甲府市。甲府市は、山梨県中部の国中地方に位置する市であり、同県の県庁所在地でもある。2000年、平成12年11月1日に特例市に指定され、2019年、平成31年4月1日に市工事特例市ら、中核市に移行された。2018年4月現在、全国の県庁所在地の中で人口が最も少ない。 地域は山梨県の中央を南北に三日月型に縦断しており、市街中心部は甲府盆地の中央北寄りに位置する。山梨県は首都圏整備法上の首都圏に属する県であり、その位置関係から東の関東地方への指向性が強い。甲府という名称は1519年、永昇16年に開国の守護大名、武田信虎が館を伊佐は 現在の笛吹市伊沢町、ついで、川田、現在の甲府市川田町から、筒子ヶ崎間、現在の武田神社、甲府市古府町へ移した際に、海の国の府中という意味から甲府と命名したことに、始まるものである、律令制に基づく国画が置かれたわけではない。戦国時代には、大名両国を形成した武田氏の本拠地となり、武田氏滅亡後は、 徳川市や豊臣系大名を浅野市の開国経営の中心となり、国中地域や海の国の政治的中心地と位置づけられる。江戸時代には江戸の西方の守りのようとして重要視され、また、甲州街道の宿場町としても栄えた。近年では宝石研磨産業が盛んである。地域は甲府盆地の中央部を南北に縦断する形で位置しており、周囲を 奥秩父山海、三坂山地、南アルプスなどの山々に360度囲まれた、その地形を1939年、昭和14年の一時期、市内に住んだ、太宰治は、著書、真珠の言葉の中で、シルクハツとを、塔、坂、様にして、その帽子の底に、小さい小さい旗を立てた。それが、甲府だと思えば、間違いないと表現した。市街中心部の標高は、 約250メートルから300メートルであるが、地域全体の標高差は大きく、最低部は、地域南部の笛吹川付近の標高、約245メートル、最高部は、地域最北端、長野県川上村との境界にある、近峰山の標高2599メートルと、実に、標高差は2350メートルに達する。 地域北側の大半は、秩父玉街国立公園に属し、祈願と渓谷美で知られる大竹商船橋。国の特別名称は、山梨県を代表する観光地である。国土地理院地理情報によると、甲府市の東西南北それぞれの橋は、以下の位置。北端と東端は、大田湯峠のすぐ近く、南端は、女坂峠の近く、西端は、 海の市立四季島北小学校の北にある荒川の右岸。また、2010年国勢調査基準による人口重心は愛い山頂目付近にある。盆地の中に位置するため夏と冬で寒暖の差が非常に激しく、夏は暑く、冬は寒いが地理的条件の影響で標高の割に平均気温は高めである。年間降水量は日本の中では少ない方である。 気候は中央高知式気候に区分されるが、夏季には日本有数の国所となり、たびたび猛暑日に見舞われる。最高気温がニュースになることも少なくないが、朝晩は気温が下がり、熱帯夜になる日は少ない。市内の甲府地方気象台では、2013年8月10日の最高気温40.7をはじめ、40以上の最高気温を計4回観測している。 冬季は周囲の高い山脈が北方からの寒気の流入を防ぎ朝晩は冷え込むものの日中は比較的暖かい朝晩は放射冷却現象の影響で冷え込むが標高が比較的高い割には平均最低気温は高い同期省大で1921年1月16日に観測された 氷点下19.5が甲府での最低気温であるが、近年は温暖化、都市化により、冬季の最低気温は上昇傾向が続き、氷点下10以下は1986年1月7日の氷点下10.0を最後に観測されていない。日中は日照時間も多いために比較的気温が上がり、温暖で、2月の平均最高気温は温暖な、大阪市より高い。 真冬日はほとんど観測されない。基本的に雪は少なく、冬型気圧配置下の降雪はほとんどない。一方、稀に南岸低気圧による突発的大雪となることがあり、1998年1月15日には1894年から観測史上最新となる49センチメートル、さらに2014年2月15日には、 最新積雪を大幅に更新する 114cm の豪雪。これは1981年の56豪雪で、記録した山形市の 113cm を上回る6に見舞われた平成26年豪雪。地域に旧石器時代の遺跡は見られないが、相川川どこからは、県内で2例目となるナウマン像の旧死化石が発見されている。 縄文時代の遺跡は、荒川上流域にあたる、地域北部の山間地域から、中部の中石定地にかけて散在し、同じく山間地である、早川流域や足川流域と、共通した特徴を持つ。山梨県内においては、縄文早期からの遺跡が、盆地南部のソ根丘陵、宮中道町域や八ヶ岳山麓など山麓、丘陵地域を中心に分布しており、 丘陵地形の未発達な地域では、縄文遺跡は少ないが、地域北部の山間部では、早期からの遺跡や遺物が見られる。地域南部の低地への本格的な定住は、弥生時代以降であると考えられている。弥生中期の高町遺跡は、同時期に特徴的な集落遺跡で、祭祀以降や遺物、墓域などが見られず、 短期間に存続した小規模な集落遺跡が分布する特徴を持ち、地域南部の低地へ進出した勢力の拠点集落であると考えられている。地域南部の低地は長年の洪水による土砂の堆積や市街化により、遺跡負の把握が不十分であるが、尾高地上に立地する上石田の上石田遺跡は安定した低重痕跡が見られ、内陸部の河川、 古生における漁業に用いられた土水なども出土している。弥生時代の遺跡では隣接する貝の次第下城に弥生中期から後期の金納遺跡が所在し、山梨県内で初めて発見された大規模弥生集落として知られる。甲府市域では把握が不十分であるものの弥生時代の移行には乏しく断片的に発見されている遺物が中心となっている。弥生後期では、 荒川洗浄地のエノキ大石が同時期の集落遺跡として知られ、住居跡や方形集合墓などが検出されている。エノキ大石の遺物は自然堤防や微光地上に分布し、東海系や北陸系などの様々な特色を持った土器が発見されていることから複数経路で導入されたと考えられている。また、エノキ大石からは水田跡などは検出されていないが、 像壺遺跡から単価前が発見されている。甲府盆地における古墳文化の流入は、東海地方経由での波及が考えられており、弥生以来の包茎修行母群などが分布する盆地南部の曽根丘陵において定着した。古墳の築造は4世紀に始まり、曽根丘陵では有力市町村の古墳が出現し、4世紀後半には、機内の大和王権の影響を受けた。 前方公園墳である会長静か古墳を災害に、古墳中期まで栄えた中道勢力が頭する。5世紀代に中道勢力が衰退すると、古墳の築造は、盆地各地へ広まり、被創者層も拡大し、六世紀代には地域を含む、盆地北部など各地で中小規模の古墳が築造され、横穴式石室も出現する。地域を含む、 盆地北部では、出土遺物の特徴として、弥生以来の中央高地特有の土器と、東海地方特有の S 字亀の混在状態が見られ、地域東部の和田町、川田町では4世紀中半代の方形州公墓が、分布ス、桜井綿形跡があるが、前期古墳は、和戸町に所在していたという美和塚古墳が知られ、古墳時代は現存していないものの同郷の出土した。 前方公園墳である可能性が考えられてい。その他の前期古墳は乏しく、本格的な古墳の出現は、古墳後期に始まる。6世紀には、湯村の万寿森古墳が、笛吹市八代町の小塚古墳と共に、盆地最古の横穴式石室を持つ園墳として知られ、地域東部の里垣、幸運地区や、西部の湯村、千塚など山岳地域を中心に中小規模の、 軍墳が分布している。この頃には、盆地北西部において、貝野市流王新町の赤坂大古墳群など、盆地北西部勢力が台頭するが、千塚のカムナ塚古墳は、盆地北西部勢力の名主墳と考えられており、6世紀後半代の甲府盆地では、盆地北西部勢力と笛吹市八代町のバーツカ古墳を名主墳とする八代勢力の対立構造が想定されている。 また、盆地北園において活動した、虎井人に関連する遺跡が分布しているが、地域では、横根町から桜井町に、けての横根、桜井積も森石塚古墳群が、虎井人が、群衆墳であると考えられている。立領政下には、駒郡山梨郡に属する。古代海の国の有力豪族は、早くから、稀内王権と関わりを持ち、甲府盆地東部では、 仏教文化を導入し、寺本廃寺、笛吹市など、古代寺院が建立されているが、甲府市域には、川田町の川田が用跡や桜井町の植土木、遺跡など、近隣の森林資源を生かした土木や瓦を生産していた施設があり、開国文寺をはじめ盆地東部の古代寺院へ屋根瓦が供給されていたと得られている。また、 地域にも、和戸町の桜井畑遺跡には8から9世紀の小規模寺院跡が発見されており、盆地西部へも仏教文化が浸透していた。また、霊山として知られる地域北端の金峰山には山岳信仰を示す信仰跡があり、平安時代中期には、末法思想の影響から、上関水寺町の一の森山頂などで、京塚造営が行われた。 平安時代後期には、日立国から配慮された、源の清光の子孫が、海の盆地各地に進出し、その一族は、海源氏として発展する。地域では、板垣号によった板垣氏や一条号によった海一条氏、飯田氏、塩平氏、小松氏らが、勢力基盤とした。一条氏や板垣市ら海、源氏の一族が自称4年、1180年には、 源の頼朝の挙兵に呼応して活躍するが、頼朝によって排斥されて勢力は衰亡する。また、平安後期には、盆地各地で荘園が成立し、甲府市小瀬町周辺に成立した稲積僧には、甲斐、源氏の一族である鏡氏や小笠原氏らが進出する。中世には、地域南部の低湿地の開発が進んだ。 戦国時代には海一国ら乱国状態となるが、死後武田氏による国内統一が進められ、武田信正は甲府市河田町に川田館を構え、笛吹川急流路を挟んで対岸の笛吹市、伊沢町支部には伊沢塾が存在しいた。栄正十六年、1519年には、武田信虎が古府中に、筒地毛先館を築き、家臣団を集中させて新たに、 城下町が形成された。古府中は、信虎、春信、信玄、勝頼と三代にわたり、戦国大名化した武田氏の両国支配の本拠地となる。また、英正十七年、一五百二十年に信虎は、筒子が先間の爪城として、溶岩山城を築城している。英正十八年、一五百二十一年二月には、駿河国、今川氏の家臣である。 福島正重が、寸州王冠から海へ侵攻する、福島乱入事件が発生する。福島勢は、南アルプス市戸田の富田城を落とすと、甲府へ侵攻する。信虎は10月16日に荒川沿いの甲府市、飯田町一帯にあたる飯田河原の戦いで、福島勢を撃退すると、さらに11月23日には、海の市島、上条の上条原の戦いで、福島勢を破り、 会から駆逐する。なお、福島勢の交付信仰に際して信虎は、性質の大い夫人を、洋外山城へ退避させ、同年十一月三日に、洋外山城で、着南、春信、信玄が生まれている。天正九年、1581年には、武田勝頼が、駒栗穴、山郷、稲崎市中田町中城に新府城を築き、府中移転を試みるが、 天正十年、1582年3月の織田、徳川連合軍の武田良親行により武田氏は滅亡する。武田氏の滅亡後、海一国と信濃の諏訪軍は、小田家臣の川尻秀隆が統治し、秀隆は、海統治の本拠を岩久保間、甲府主岸久保町に置いた。同年6月の本能寺の変により発生した、一揆により秀隆は押死し、 武大漁をめぐる天正神語の乱が発生する。天正神語の乱では、三河国の徳川家康と相模国の北条を宇治直が、海へ進行し、家康ははじめ甲府市城東の御事と体寺、甲府市北新の一条、信達屋敷に本拠を置き、後、新府城に本拠を移し、八ヶ岳南六、七里和大城で、甲北城氏と対峙した。同年10月に、徳川、 北条同盟が成立すると、古北条氏は、会から撤兵し、会は、徳川家康が領した。一条小山の甲府城追記は、徳川氏の関東天保に伴い、豊臣氏の大名である加藤氏、浅野氏等に引き継がれる。甲府城は、慶長五年、1600年に完成し、城下町も建設されて新府中、下府中が、京成さ、内閣部には、武家が集中し、 外閣部には町人地となる。古府中、上府中、元府中には商人町や職人町となる。甲府城下町は上府中二十六町、下府中二十三町で構成され、中心は人口の集中する下府中であった。町政は町奉行の下、町人を代表する町年寄りにあたる県団が町政運営を担い、各町を代表する長と名主が、 その式に従った。江戸時代には、徳川家康の旧男、徳川義直、徳川家光の弟の徳川忠長、家光の三男の徳川綱重、六代将軍となる、徳川家信と徳川氏の一族が領主となった。例外として五代将軍、徳川綱吉の側用人である、柳沢義康、義里夫氏が領主となった。甲府は、 各支配者により整備され城下町として発展するが、教法9年に将軍、吉宗の主導する教法の改革の一環として、非一国の幕府直轄領化が実施され、交付金万上の仕事城下の政務を担うと、武家人口の低下や在方経済の伸長の影響を受けて、江戸中期には交付の人口は減少している。近世後期には、 城下の大通りを幕へで飾る甲府道層神祭礼が開始され、歌川広重をはじめとする人気浮世絵師が幕へを手掛けた。明治には初代高専知事として赴任した藤村四郎が植産工業と並行して甲府市街の開発を行い、官業製紙場をはじめ藤村式建築と呼ばれる義用風建築で統一された諸施設が整備された。 1945年、昭和20年7月7日には、甲府空襲、七夕空襲に見舞われたが、戦後には地域へも、工業団地の造成が進み、高度経済成長期には、機械工業都市としても発展する。また、交通機関の整備により観光が主要産業となり、自然や歴史的資源など、観光資源に着目したちづくりを行っている。2006年、 平成18年の交付市の財政力指数は0.78と1未満であるため地方交付税交付金を受けており、さらに実質交際比比率が20.8%と発行するには山梨県の許可が必要という状況が続いている新規交際を自由に発行できる値は18%。このように交付市が財政難に陥っている理由として、 甲府市に本社を置く企業が少ない2007年現在、甲府市に本社を置いている当初一部上場企業は、山梨中央銀行のみ上に市内の商業施設や公の閉鎖が相次いだため法人市民税収入が減少し、また市街地の地下下落が止まらず、1992年以降加工し続けている固定資産税も減少、さらに人口も減少しているため、 住民税も減少するという不スパイラルに陥っているのに対し雇用対策や人口流出対策、商店街活性化事業などによる各種補助制度の乱発や不強化においても職員の賃金引上げを行ってきたため財政を圧迫させてしまっている。かつて甲府市の中心市街地は JR 甲府駅を中心に賑にわいを見せていた。特に南口にある 丸の内地区と中央地区は山梨県庁や甲府市役所といった行政施設をはじめ、百貨店やオフィスビル、多くの商店街が現在も立ち並んでいる。戦前は甲府会館や岡島百貨店などの老舗店舗が軒を連ね、戦後は平和通りの整備とともに甲府西部や大英が進出し、駅北口も 丹下建造設計の山梨文化会館が開業するなど備えが行われていった。中心市街地の全盛期は1980年代でありか維持国体や甲府白89開催に関連して甲府駅の改修と合わせてエクランが開業し山高百貨店の新築やパセオの開業、カスガモールの整備などバブル景気の波に乗り地下も上昇し中心部は 順調に発展していく。しかし、バブル景気が終焉を迎えた1990年代に入ると状況は一変。右肩上がりだった地下は急激に下がるとともに、中心街の売り上げも急激に落ち込む。さらにこの時期から郊外にショッピングセンターが相次いで開業し、中心街の客足を次々と奪っていったためその影響から中心街に。 多くある商店街がシャッター通り化した。大型店舗も例外ではなく、1998年、平成10年には甲府西部が、1999年、平成11年には大英から業態転換していたトポスが閉鎖した。このように目に見える衰退が続いたことから2000年、平成12年に PHP 研究所が発行するザ21の特集。 全国自治体ランキングにおいて最下位の評価を受けている。衰退の原因として駐車場不足が挙げられている。中心街は建物がひしめき合っている状況で、商業施設は愚か観光庁ですら駐車場の確保が困難な状況に陥っている。確保しているところもほとんどが有料駐車場であり、無料で駐車できる郊外型ショッピングセンターに立ち打ちできずにいる。 岡島百貨店や山港百貨店などは一定金額の買い物をすれば無料券が布されるが駐車時間等の制約があるため周辺施設へ立ち寄ることは難しい。もう一つの原因としてストローカ現象が挙げられている。比較的東京に近いこともあり、中央本線の特急列車や中央高速バスを利用すれば短時間で東京へ行けるようになった。 双方の競争が激化して、本数増発や運賃、料金値下げを繰り返したため、より東京に行きやすい環境になっており、休日には、日帰りで、東京へ買い物へ出かけるものが多い。休日になると活性化策として、商工会や商店街は、無料送迎バスの運行や、大学生が運営する4、岸町づくり総合研究室、 四菱総研などと組んでのイベントで集客を図ろうとするが歯止めがかかっていない。また、甲府市中心市街地活性化基本計画などによる再開発が行われているものの、グランパークや、ここりのように多額の補助金を費やしながらも苦戦を強いられている。関東からの FM 放送が受信できる地域が多く、主に東京 FM、JWAV は受信しやすい。 江戸時代には、甲州街道の宿場町として、江戸と京都を結ぶ内陸ルートの幹線の一角であった。また、富士山南独にあたる駿河国への交通路としては、寸州王館、美信街道、河内路や中道王館、若彦路が、品野国への街道は、隣の韮崎市から佐王館、諏訪王館が分岐していた。山梨県内には空港がないので、現状では、 甲府市との往来に定期航空便を利用する場合は、近隣都県にある空港を利用する。甲府駅から公共交通機関を用いた場合、空港連絡バスが直通する羽田空港と成田空港を直通する交通機関こそないものの鉄道から、空港連絡バスの1回の乗り継ぎで行くことができる、新州松本空港や富士山静岡空港を利用することにな。 市の中心駅となる駅、甲府駅、系統や駅先などについては、各運行会社や甲府駅、バスターミナルの記事を参照。運行会社や本数などについては、当該項目を参照。主に山間地域の住民向けに、買い物や通院で利用できるよう、コミュニティバスが運行されている。2027年開業を目標に、リニア中央新幹線の計画、一部は、 実験線として建設中があり、このうち山梨県内の停車駅が、甲府市南部の大津町周辺で固められているが、中心部、甲府駅周辺から、リニア駅建設予定地まで距離があることから、新たな公共アクセス手段が計画されている。山梨県では、ライトレール、LRT や、デュアルモードビークル、DMV などいくつかの交通手段が検討されてきたが、安価に整備できかつ、 輸送量が確保できるバスラピットトランジット BRT での導入が最適であるとの方針を固めている。なお、山梨県リニア化の資料によると LRT は今後の可能性案として力しされている BRT と共に併記されている。さらに BRT を導入する場合、バス専用道路と公共車両優先システム PTPS の二通りが検討されている。 このうち p t p s については、甲府駅から山梨交通四季島営業所間で、すでに導入されていることら実績があり、また、専用道路方式と比較しても安価であることが利点であるが、ラッシュ時間帯は、中心部の慢性的な渋滞に対処できない上、マイカー利用者に対して、信号をバス優先にするシスムに理解を得られるか、回帰的な点が挙げられている。一方で、 専用道路方式は p t p s と比較し割高になるが、定時性が確保できる利点もある。また、甲府駅の近くからリニア駅の近くまで荒川が流れており、ここの右岸河川敷を利用し、専用道にする構造でまめられている。2018年7月現在は、新潟 BRT に雰囲気が近い国道358号、改良案が優先検討されているが、 具体的な国道改良案は発表されていない。なお、山梨経済同友会と山梨大学によるチームでは、モノレールライトレール BRT の順で、整備維持コストがかかるほど経済効果も高くなるという分析結果をまとめた。甲府市域には、自社は武田市により保護され、城下町整備において計画的に送検や移が行われたため数多くの自社が分布しており、 現在では、武田市に関係する、歴史的観光資源としても機能している。代表的なものでは、浄土宗の海義光寺、自修寺院の一連寺、臨在修寺院の縁光院、長禅寺、東光寺、宝泉寺、総統修寺院の大泉寺や慶雲院、日蓮修寺院の真実寺がある。伝統工芸では、宝石研磨や印鑑彫刻、印伝が主なもので、 特に宝石産業は、甲府の反独占産業でもある。また、水晶細工と因縁は、経済産業省の伝統的工芸品に指定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。